リトルウィッチアカデミアはトリガー制作による日本のアニメ作品。2013年3月2日にアニメ未来2013の一作として劇場公開された。2015年10月9日には続編としてリトルウィッチアカデミア魔法仕掛けのパレードが2週間限定で劇場公開された。こちらはアニメ未来作品ではなく単独企画作品となる。 2017年1月から6月までは、テレビシリーズ、リトルウィッチ・アカデミアが放送された。こちらはこれまでの続編ではなく、改めて最初から描き下ろされた、完全新作である。2013年3月2日、文化庁若手アニメーター育成プロジェクト、アニメ未来2013の参加作品として初公開。原案、監督、キャラクターデザインは、新世紀バンゲリオンや、 クリクリ、天元突破グレンラガンやキルラキルにメカデザインや原画として参加した吉成洋が務めた。アニメ未来のテーマが新人育成を目的としたプロジェクトであることから物語のあらすじもそれにのっとったものになっている。監督の吉成は本作の着想についてアニメ未来の作品としてプロデューサーからなされた魔女ものという提案と 新人アニメーターの話を別のものに置き換えできないかというアイデアをもとに新人アニメーターがシニア枠の魔女っ子アニメに憧れてきましたみたいなノリをテーマに書いたと述べている公開に際してシャイニーシャリオ役のキャストは当初発表されておらず公式サイトでキャストを当てるキャンペーンが行われたまた文化服装学院とのコラボレーション企画として公式コスプレ衣装も制作され 主人公を務めた、ハン・メグミは公開初日舞台挨拶場にて、人生初となる、コスプレ姿を披露している。同年4月には、YouTube 上にて、英語字幕付きで、期間限定全編無料公開され、海外ネットユーザーから続編を作ってほしい等の、多く絶賛コメントが寄せられた。パッケージ化では日本でのブルーレイ発売のほか、北米では、アクトトルより、ブルーレイが、 海外発売された。同年7月に開催されたアニメエキスポにて続編の制作が発表される。その続編の制作資金を集めるため、クラウドファンディングサイトのキックスターターで7月8日より協力者を募ったところ、開始から5時間で目標額の15万ドルを達成。8月8日までの1ヶ月で総額62万5518ドルもの支援が集まった。 2015年6月5日より、リトルウィッチアカデミア魔法仕掛けのパレードの上映劇場で前売り券とムビチケが販売開始され、同年10月より期間限定で劇場公開されることが発表された。同年7月3日、アメリカ・ロサンゼルスで開催されたアニメエキスポにて、リトルウィッチアカデミア魔法仕掛けのパレードのプレミア上映が行われた。その後、 10月4日にはアニマックスで特別番組、最新映画公開記念、リトルウィッチアカデミアのすべてが放送される。2015年10月9日、映画、リトルウィッチアカデミア魔法仕掛けのパレードが劇場を公開され、合わせて前作が同時上映された。2週間限定公開であったが、池袋ヒューマックスシネマズと札幌シネマフロンティアでは、 公表につき上映が10月30日まで延長された。2016年6月23日、トリガーはリトルウィッチアカデミアの TV アニメシリーズの制作を開始したことを公表した。また、翌日24日に東京 MX で放送された宇宙パトロールルルコ最終話の第13話においてもルルシとアツコカガリがハイタッチをした直後に、 CUNEXT トリガー、アニメーションと表示される演出がなされており、次回作がリトルウィッチアカデミアであることが示唆されている。2017年1月9日より、テレビシリーズリトルウィッチアカデミアの放送が開始された。魔女シャイニーシャリオに憧れて、ルーナノバ魔法学校に入学したアッコは放棄に乗ることにも手こずり落ちこぼれ。おまけに、憧れのシャリオを優等生のダイアナのみならず、 親友のロッテやスーシーにもからかわれる始末。アーシュラ先生指導の元地下迷宮内探索の実習が行われる。ダイアナたちは宝物を求めて地下に降り、封印されていたイニシエの竜を解き放ってしまう。一方宝物を見つけようと張り切るアコは、偶然行き着いたガラクタの山の中に、打ち捨てられていたシャリオの杖、シャイニーロットを発見する。 イニシエの竜は魔力を吸って巨大化し、迷宮内は大パニック。アッコのロットを見た先生は、迷宮の塔のてっぺんにある魔導石まで行くように、命じる。イニシエの竜は魔導石を飲み込もうと塔に登ってくる。アッコがなんとか塔のてっぺんにたどり着くと、シャイニーロットが魔導石に強く反応する。魔導石とシャイニーロットを持って塔から飛び降りた、アッコの頭に車両の 信じる心があなたの魔法という言葉がひらめく。アッコが呪文を唱えると、シャイニーロットは弓矢、シャイニーアルクに変化。矢を受けたイニシエの竜は消滅。アッコは学園の危機を救う。ルーナノバ魔法学校の生徒であるアッコ、ロッテ、スーシーは相変わらず問題ばかり起こしていた。痺れを切らしたフィネラン先生は、窃盗未遂のアマンダ。 高速違反のハイテク危機器いじりのコンスタンツェ、盗み食いの常習犯スミン家の3人と協力して、麓の町で毎年行われている魔女パレードを成功させるように言う。しかし、過去に行われた魔女狩りの戒めとして生み出されたパレードは、魔女にトマトをぶつける、水攻めにするなどひどい内容だった。魔女の素晴らしさを知ってもらいたいアッコは、ハッピータイム計画と称して、 パレードの計画を立てるが、ロッテたちはうまくいかないと諦め気味だった。アッコは、ロッテと話し合いの最中、うっかり精霊の歌の楽譜を破いてしまい、ロッテから口を聞いてもらえなくなる。市場に買い出しに出た時には、スーシーの発言に腹を立て絶好してしまう。その上、街の子供のトーマスたちからは、魔女という理由で物をぶつけられる始末。しかしアッコは、 アマンダたちと着々と準備を進める。アッコは魔導石の魔力をシャイニーロットにため、街で大きな魔法を使おうと計画。魔女パレード当日は船を空中に浮かべ、放棄にダンスさせるなど、うまくいっていたが、トーマスたちにロットを取られてしまう。ロットの魔力に反応し、封印されていたイニシエの巨人が復活し、トーマスが捕まる。 駆けつけたダイアナがトーマスを救出。アーシュラ先生はパレードの演出とごまかす。追い詰められたアッコを放棄に乗ったスーシーが助ける。ロッテは手作りの帽子を渡し、アッコと和解。三人は力を合わせ、巨人の封印に成功した。16歳のアッコは幼い頃見た、シャイニーシャリオの魔法ショーに憧れ、魔女になるため、ルーナノバ魔法学校を目指す。 宝器に乗れないアッコは、ブライトンベリーの停留所で出会った、ロッテの宝器に乗せてもらうが、スーシーと一緒に、アルクトルスの森に落ちてしまう。そこで、シャリオの杖、シャイニーロッドを発見。アーシュラ先生の助けで森を抜け出し、なんとか入学式にたどり着く。シャリオは、魔法界では、評価されておらず、授業でも、失敗ばかりのアッコだが、持ち前の明るさで問題を乗り越えていく。 やがてアッコは、シャイニーロッドに秘められた、アルクトルスの七つのことの葉を一つ一つ、蘇らせていく。新人のクロア先生は、現代魔法でアッコを魅了するが、アーシュラ先生は警戒する。やがて二人の魔女の過去が、明らかになる。シャイニーシャリオことシャリオデュノールは、ルーナノバーの落ちこぼれだったが、魔法で人々を笑顔にしたいと努力していた。シャリオは、 同級生のクロワと訪れたワガンディアの森で7つの星を持つ杖に選ばれる。杖で魔法を使えるようになったシャリオは人前で魔法を披露し7つのことの葉のうち6つを集めることができた。やがてシャリオは世界中で魔法ショーを開催して回るがすぐに飽きられてしまう。悩むシャリオにクロワは研究中のドリームフューエルスピリットを教える。 シャリオは強く華やかな魔法が使えるようになるが、観客の夢見る心を吸い取って魔法に変換する方法として学然とする。ドリームフューエルスピリットを使うのをやめたシャリオは、観客を失望させることに耐えきれず、杖を、シャイニーアルクに変えて、月に放つ。その後、アーシュラと名を変えて、ルーナノバの教師になっていた。クロワは、 街のデモやアプリで集めた人々の怒りや憎しみなど、負の感情を魔力に変換する、ノワールフューエルスピリットを完成させようとしていた。アッコは信頼していたアーシュラ先生がシャリオとして自分の魔力を吸い取ったとして、ショックを受け行く絵をくらます。アッコを見つけたダイアナは、アッコが唯一手に入れられなかった、シャリオカード、信じる心があなたの魔法を託して励ます。 クロアの研究室に乗り込んだアーシュラは、クロアの計画を阻止しようと戦う。しかしエネルギーを溜め込んだ巨大なノワールロットが起動、クロアとアーシュラを乗せて、アルクトルスの森へ飛び立つ。魔導石の魔力が失われ、霊ラインも消失、中を飛んでいたアッコたちも森に落ちる。クロアは、ノワールロットで封印を解き、世界改変魔法、グラントリスケルを手に入れる。しかしそれは、 稚拙な魔法であり、クロワは目の前に現れたウッドワードに怒りをぶつける。魔力を吸い込みすぎた、ノアール・ロッドは魔獣に変わり、クロワを襲う。身を挺して、クロワを守ろうとするアーシュラ。そこへ、アッコたちが駆けつける。アッコは入学式の日にアーシュラから教わったことの派で、シャイニー・アルクを放ち、魔獣に飲まれたアーシュラを助け、魔導石の魔力も戻る。 アッコはアーシュラに駆け寄ると、シャリを、やっと会いたと喜び、これからも、魔法を教えてほしいと頼み、抱き合う。その時、シャイニーロットの七つ目の星が光る。アッコがことの葉を唱えると、グラントリスケルが現れる。ロットと合体したグラントリスケルは不気味な森を明るく、変える、大きな力を見せる。その時、耳慣れない、警告音が響く。 クロワの魔獣が取り付いたミサイルが発射された。制御ができないと諦めるクロワに、アッコはここにいる、ニューナインウィッチで力を合わせミサイルを止めようと呼びかける。砲機をつなぎ、SSS を取り付け、魔法をかけた長い砲機に、ダイアナ、アッコ、ロッテ、スーシー、アマンダ、コンスタンツェ、ヤスミンカが乗り込み、ミサイルを追って飛び立つ。途中、 仲間たちを次々切り離しながら、アッコとダイアナが、ミサイルに追いつく動画が拡散される。アーシュラはクロワに促され、魔女を応援してほしいと呼びかける。人々の思いで切れかけた放棄の魔力が回復。ミサイルは姿を変え、アッコとダイアナを襲い、二人は落下する。それを救ったのは、放棄事例以来行方不明になっていた流星マールだった。アッコとダイアナは、 グラントリスケルを巨大なシャイニーアルクに変え、ミサイルに放つ。ミサイルは、たくさんの流星と蝶に変わり消滅。シャイニーロットは消え、北斗七星となった。クロワとアーシュラは、人の魔法を信じる心こそが、魔力の源であったと気づく。ルーナの場に、穏やかな日常が戻る。クロワはアーシュラが飛べなくなった、ワガンディアの呪いを解くため、旅立つ。 アッコはみんなに見守られながら、放棄で飛ぶ練習を続け、ようやく少し空中に浮かんだところで、物語は終わる。以下は、アニメ未来版、映画版、テレビアニメ版の設定。公式ツイッターでは、生徒の名前として、メアリー、ブレア、サラベルナール、エルフリーデを公表。2017年8月31日には、公式ガイドブック、リトルウィッチアカデミアクロニクル。 リトルウィッチアカデミアクロニクルが発売され、生徒全員の名前が正式に発表された。テレビゲーム、リトルウィッチアカデミア時の魔法と七不思議では生徒たちに、声優や国籍、性格が設定され、さらにオリジナル生徒として、ベルでシダリーザ他4名のキャラクターの登場が企画されている。以下は特に断りがきのないものは、テレビ版の用語。 2017年1月から6月まで東京 MX 関西テレビ BS11 にて放送およびオンラインストリーミングサービスネットフリックスで配信される。これまでのアニメ未来版や劇場版の続編という位置づけではなく改めて主人公たちが魔法学校に入学した最初から描かれる。監督の吉成はテレビシリーズについて前作では お話に必要な部分だけを描いてここがどんな世界なのかを説明していなかったので最初から整理した方が入りやすいだろうと考えた。間口を広くお客さんを選ばないようなアニメにしたいと思っています。と述べている。東方プロデューサーの古澤義弘は自身のツイッターで第2話の関西テレビでの視聴率が2.9%に達したことを報告した上でオリジナルアニメを 朝や夕方に放送するのはさらに難しくなっていると実感する送り出す側が視聴しやすい時間帯を提供することを諦めてはいけない多くの方に見てもらえている実感があるだけに今後に課題を残していると語っているアニメ本編内ではサブタイトルは表示されないインターネットでは2017年1月9日からネットフリックスにて月曜に配信てりて リオによるコミカライズ前後はウルトラジャンプで連載は第1話のみ2013年9月号掲載で残り4話が映画公開に合わせ2015年9月号から12月号まで連載になっている内容は完全オリジナルで第1話はアニメ未来版では描かれていない入学の話から開始以後は学園生活を描いたものだが 劇場版2作ともに直接関係するエピソードはない1話完結のオリジナル展開。最終回も終わりらしい終わりはなく、通常の内容で終了している。これ以外に、第3話ではアニメ本編に先駆けてアーシュラが、シャリオとはっきり呼ばれるシーンがある。ウルトラジャンプ版の登場人物、藤原由香による映画原案のコミカライズ、前後は、少女漫画誌のリボンで、 2015年10月号から2016年2月号まで連載された。映画が原案ということになっているがストーリーは無関係でアッコとダイアナが初代面などアニメ未来版とも繋がらない独自の世界観になっている。あらすじは10年に一度隣の男子校のソルパテル、魔法学院と合同で行われるアカデミアコンテストに優勝商品のマスタークラウン目当てに アッコが挑むストーリーリ月夜の王冠の登場人物、佐藤慶右によるテレビアニメ版のコミカライズ全17話で各話にサブタイトル付き月刊少年エースにて2016年12月26日発売の2017年2月号よりスタートした内容もオリジナル話が多いが TV 版第5話と同タイトルの第6話のように 同一エピソードのコミカライズや、TV 版、第3話の放棄リレーの話の続きとなっている、第5話など、ある程度絡む話もある。なお、ドイツ語版には、ケース入りでしおりと描きおろしポスターが付属した全3巻セットや、それと同一のケースが付属した第3巻が存在する。少年エース版の登場人物、リトルウィッチアカデミアゲタラメ魔女と妖精の国は、立花ももによるノベライズ。 イラストは、上総役。角川翼文庫で、2017年4月15日に、発売された。テレビアニメ版のノベライズに位置するが、ストーリーは、小説オリジナルである、アッコによる一人称形式で進められる。リトルウィッチ・アカデミア時の魔法とな不思には、ドッキドキーのワックワクーなアクションアドベンチャーとジャンルを、称するゲーム作品。ストーリーは、ゲームオリジナルで、 ルーナノバ魔法学校を探索し学校の名の不思議を解く。ゲームオリジナルのアニメパートもトリガーが制作する。ファーストプラットフォームはプレイステーション4用ソフトとして2017年11月30日発売。翌2018年5月16日にはパソコンを主体とするゲーム配信サービスス Team 用ソフトとしても全世界同時リリースされた。以下の記述は PS4 版についてのモノドラマ CD、特典映像ブルーレイディスク、特製ブックレット、ゲームオリジナルシャリオカードが付属した限定版も同時発売される。予約特典は、魔導戦士、グランシャリオンが遊べるプロダクトコード。以下のキャラクターは、アニメ本編に登場したモブキャラクターであり、ゲーム化に伴い設定が付けられた。ニクールの OP では全員ではないが多数が、 登場している。記載している声優は過去のあるものを除きすべてゲーム版でのもの。一部の生徒はアニメでセリフがあるが、クレジットが表記されなかったため、ゲーム版の声優と共通しているかは不明となっている。ゲームで登場するオリジナルキャラクターの生徒。リトルウィッチウェブ放送局の出演者視聴者が外見や性格などを協力して作り上げていく企画が、 実施され、ニコニコ動画や電撃オンラインで投票が行われた。当初はカズトが登場する予定だったが、後日全員の案が採用されることとなり、ゲーム発売後の2018年3月20日のアップデートで登場した。2017年7月23日に YouTube とニコニコ生放送で配信された祝。アニメ放送完結ゲーム化決定。 豪華ゲストで送るリトルウィッチウェブ放送局では本編で使用されなかったテレビ版3話の未収録映像リトルウィッチアカデミア時の魔法とな不思議のプレイ映像が放送された2017年8月20日には電撃オンラインの公式チャンネルから2回目の配信が行われた放送ではワンガリの仲間ヨアンナとキンバリーの名前が公表され2人が 英国籍であることが発表された。同年9月24日には東京ゲームショー2017会場内のゲームの電撃ブースにて3回目の配信が行われた。放送ではオリジナルキャラクターのデザイン発表、ルーナノバの生徒たちの音声が収録されたことが明かされた。また、生徒の情報としてアルマがオーストリア籍、ジュリエッタ、 テレサが英国籍であることが発表された。同年10月22日に放送された4度目の配信ではオリジナルキャラクターの名前がベルデ・シダリーザに決定。ベネチア国籍の生徒に設定された。さらにオリジナルキャラクター投票で提案されていた生徒4人の採用が決定した。エイブリーがカナダ国籍、メアリーが英国籍、ラジャニトラシュミがインド国籍、 ソラがアイスランド国籍であることが発表された。また、グランシャリオンがスーパーロボット対戦 X オームに期間限定で11月に参戦することが発表された。リトルウィッチアカデミア魔法仕掛けのパレードに関するカテゴリーリトルウィッチアカデミア時の魔法と7不思議に関するカテゴリーありがとうございます。